覚えてる。そのなんかね、へえ、そう、いいですね。なんやっか、ぱ、あ、同じこと思ってたんだなみたいな。なんか滝さんと梅沢さん、やっぱお二人で揃ってのなんか憧れの先輩っていう感じですね。もうに、うん、にこい、にこいちっていうとちょっと付き合いになっちゃいますけど、でありも本当がにとう。なんか一世代、この背中を追うんだとしても、二人で揃ってこう背中が見えてる感じのイメージありますね。うーん、伝わったか？これは。フェアでやってほしい。ファールじゃなく、入っててほしい。そうで、まあさらっと追加情報で言うと、私の手紙は途中でした。書きかけのとこなんろ、で、なんで？書き終えてなかったの、インスタライブまでに。ああ、はいはそういはいはい。だけど思いのなんか、丈がそうね。読んでくれたからさ、私もちょっとお返しに読まなきゃなと思って、途中まで読んで、なんか最後若干のアドリブというか、 その天才なんだ即興ね。手紙をしました。すごいですね。そう、そしてシャープ32から篠原アナウンサーが参戦。覚えてます。ここからは僕もちょっと記憶に思い出に入れさせていただきますね。コメント欄は藤原の篠原講習。確かに確かに、襲来っていう言葉襲が来合ってるなんね。て感じ。鏡文字だったら避けるでしょ、むしすごいよね。これってさ、あ、ズームできるよ。ろ。おお、ぜひぜ襲う。ひ。あ、でもね、この移動はできない。ズームか引くかしかできない。この襲襲来っ来ってていう文字、すごくないで襲っすてか？ないって。首都襲来みたいなことでしょ？もう危機としてき確かたんでに。すけどね。なんか僕前やってた番組が「タ ZIP!」だったんですけど、ラ本タ当にタ襲タいに来るときタのみたいなやつラが。タタ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 タ
た ZIP っていう番組でもなんかインスタライブやどうしよっかなみたいなの迷ってて、うん、あのスタッフさんと一緒にヒルナンデスがインスタライブをやってるらしいと、うんうんうん、どんな感じでやってるのかその番組同士のインスタライブ先輩としてちょっと見学に行こうみたいな、うんうん、そうだ見学来たことあったね。そうなんですよ。それが多分15回前後だったと思うんですけど、うん、そこでやってたのもあったのでもともと知ってたとヒルナンインスタライブを、うんうん、でそんな見学とかなくてもみんな全社員知ってるよこのインスタライブ。なんかそのたまたまそれがあったから知ってたんですみたいな。より深く知ってた裏側とか。ね、もう知ってたから出たいなと思ってて、はいはい、でその倍ぐらいのシャープが立ってのついに来られるっていうことね。うんだからそっかそれまで溜まってたものがあったからなんかビシャーってなったそうねなんか弾けたみたいなビシャーってなったそうだからもう嬉しくて嬉しくて、うん、思い出の32回ですねシャンプー。確かにマシンガントーク初回からマシンガントーク炸裂だったのか。いやでもそんな初めましてのスタッフさんと初めましてのコメント欄の皆さんに、うん、いやマシンガントークぶつけます。でも私なんかねこのシャープ32ね私多分ねうんそうだよねあーくらいしか喋ってない気がする。申し訳ない限りですよ。いや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 いいとこが出てたよ。あのなんか実況とかもそうなんですけど、うん、あの緊張してると逆にこう間が怖くなっちゃって喋り続けちゃうんですよ。だ今でこそね、うん、こうなんか今も緊張してるってこと？してるし、ずっと初心でやりたい。ずっと緊張してるんだ。そうずっと緊張してるからその間を埋めたくなっちゃうってことなんですよ。うん、あ電車で聞いてるので篠原さんちょびっとボリュームアップしてほしいですだって。はいすいません後ろの自覚がありませんでした。私がスタジオ周りの声で行きましょう。オッケーオッケー。貼ります。電車で聞いてくださってありがとうございます。はい、お仕事帰りですか？お疲れ様でございます。梅沢さんも梅沢さんも同じことやってた。後ろでも聞いてたよね。でかい。いやー電車で聞いてもらえるんですね。ねえ嬉しい。乗り遅れないように、あ降り遅れないようにしてくださいね。あええでも僕が担当した後のシャープ43でカリーコさんとコラボしてるんですって。うんうんうん、したしたした。これタキさんですよね。そうそう私がしたの、うんうんうん、そうですよね、うん、あそしてシャープ49ヒルナンデス1周年。あこれもうもはやここまで来るとちょっと記憶に新しいです。そうだね1周年どこだ、ここか1周年を迎えました。ヒルナンデス1周年です。そして、うん、シャープ50あーありましたね篠原アナウンサーが水曜レギュラーメンバーの似顔絵を披露。
これは、はいはいはい、はい、僕が、放課後ヒルナンデスの中で一番思い出に残ってる回これかも。あ、そうなんだ。あのね、2番目振り返るときに喋るベスト3の中の2番目。あ、じゃあ2番目なら今喋っとこう。本当ですか。2番目は、そう、もうね、ほんと申し訳なかった、今でも覚えてるんですけど、水曜レギュラーメンバー書きますって言って、うん、チョコプラさん書いて、あっ、あ、違う、間違えた。おっち、おっちかわいいっていう感じだった。ね。全然伝わってないよ。あ、阿佐ヶ谷姉妹のお二人書いて、うん、で、和牛あ、これださん、あ、違う、オードリーのお二人書いて、で、残り一組誰でしょうって言って似顔絵描いたら、和牛さん描かなきゃいけないので、チョコプラさんを描いちゃって、うん、で、コメント欄の人ももう分かってるんですよ、答えが。で、似顔絵来るぞ来るぞ来るぞってパンって言ったのが、全然和牛さんじゃないやんってなってるから、和牛てんてんてんはてなみたいなコメントがめっちゃ流れてたっていうのを。今の話をね、簡潔にごっちゃんさんがまとめてくださったのと、ちゃんと固定した。すごい短い。いや、国語のテストとかでも苦手だったんですよ、30文字以内で答えようみたいな。30は短いって。アナウンサーとして大切なね、要約能力よ。30は短いって思いながら、15文字のね、さすがです。2行ぐらいでね、やってましたね。やりました。さあ、残り20分だって。あっという間ですね。うん。そして、シャープ53。シャープ、で、こっからですか？こっからだわ。へぇー。それ、さあ、シャープ53。どこだ？シャープ53はね、ここです。はい、見えるこの、あ、コメント食べちゃった。でいくともうほぼほぼほぼ最後、うん、タイトルコールのシャープ70みたいなこのポーズが生まれたのが、うん、8月27日、去年の8月27日だって。 夏か。そう、いやこれね、いや、まあ、確かにこれ滝さん回でね決まった。いや、そうなのよ、なんかこんなに続くと思ってなくてさ、軽い気持ちで言ったら、いや、喜ばしいことね、これ。そうだね。でも確かに、なんか翌週僕が来たら、いまだにさ、毎回ね、このリーダー K さんがそう、こういう風にね、チラッとやるとこんな風に台本を書いてくれるんですけど、そうそうそう、このシャープマーク忘れずには必ず赤字で書いてくれてるから、ね、そうそうそう、優しい。そうなんですよ、でももう危機としてやってるんですけど、うん。そして、うん、そう、最終回まで来るとね、シャープもやっててよかったなって、ちょっとよかった、ね、よかった、よかった、そう言ってもらえて、私はなんか若干のちょっと恥じらいがあったけど、え自分で言っておきながら。そして2021年10月15日シャープ59、うん、奇跡の写真を撮影、あ、腕伸びるやつだ。そうだ、金曜日のね企画で、うん、こうなんかなんて言うんだっけ、このパノラマ機能、はいはい、を使って写真を撮ると、こうなんかゴムゴムの的な感じで腕が伸びるっていうトリック写真もね、そうあったんで、それをインスタライブでも実践してみようっていうことでやったら、奇跡の1枚が撮れたと。めちゃくちゃ綺麗に伸びてましたよね。なんか、まあ、シャープ60って言ってるから、あのもしあれだったらインスタライブのアーカイブで、確かにシャープ60を見てください。そう、ここに書いてあるよね、このポスターに書いてある、そう、あのシャープ全部遡れますんで、うん、あ、待って、これおっちゃんの固定取らなきゃ。まあ奇跡の1枚どんなのかっていうと、失敗しちゃったんだよね、その、うん、本来だと腕がビヨーンって伸びるやつを撮るはずだったんだけど、なんかここでね、パノラマ機能がちょっと一部切れちゃって、そう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 、したらなんか篠原アナウンサーから腕の大砲が出てるみたいな、ボンボンってこうロケットパンチだったんですよ、ただの。それがね、切れたよりトリックだったっていう。あ、これ見せちゃって大丈夫？あ、でもここ大丈夫、ここ大丈夫、こんな感じの写真でした。うん、新しい特殊能力みたいだね、新しい実を食べた感がある。すごい、よく覚えてますね。あのトリック写真はオンエアではリンクマさんが撮影して、柳楽優弥さんがやってたやつ。うん、懐かしい、懐かしい。そう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 、あれだ、2月の勝者のあれ告知で見てくださってて、いろいろやってもらったな。懐かしい、皆さんもロケットパンチのこと結構覚えてらっしゃいますね。うん、そうなんですよ。でそれがシャープ59で、その次鬼ちゃん登場。鬼ちゃんね、うん、ちらって登場してすごい無茶振りして帰ってくる。このインスタライブの生みの親、はい、
のスタッフさん鬼、通称鬼ちゃんが登場したと、うん、まあこれはさらっとでいいでしょう。続いて去年の11月26日シャープ62篠原アナウンサー誕生日サプライズ会、これ僕1位です。もうさすがに忘れられない、ね、何を言ってももうこれが一番いいんです。びっくりした。でも何がびっくりしたって、そんな偉い人来んのっていう人が来たからサプライズゲストで確かにそうそうが来たりしたから、確かに確かに、あのね、そうなんかはるか上を行かれたっていうか、しかも1回もらったちゃんと見てない方に伝わるように、あ、そう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 、なんかね、あのシャープ62だったんですけど、あの誕生日サプライズですって言って、そのアンジーとかがいろいろ用意してくれてて、あのパンっていうクラッカーとかで、結局あのケーキとかもね買って、うん、来てくれたりとかで、でその後スペシャルゲストがいますって言われて、スペシャルゲスト、え、梅沢さんとかかなって思ってたら、あ、なんか予想がね、梅沢さんとかかなって思ってガラッと扉が開いたらヒルナンデスのめっちゃ偉いプロデューサーの人入ってきてと、いや、年次的にもすっごい上なんですよの人が入ってきて、おめでとうみたいな。しかも一番面白いのが、その人その出役めちゃくちゃ慣れてる感じで渡してきて緊張も全くしてない様子でおめでとうみたいな、もう役に入りきった状態で花束を渡してきた上、その花束すごい大きめだったんですけど、これあの俺が今日もらったやつだからって最初に結構回収されてちょうどね、移動とか、そうなんか番組お引越しとか担当お引越しみたいな時期重なって、そのプロデューサーさんがね、花束をね入れてくれたって、そう、思い出した。この花束コメントでね、コメント欄を埋めてくださったんですよ、皆さんが。それも嬉しかったな、ね、そう、僕が花束没収されたタイミングで皆さんがしょうがないなってタイミングで皆さんが